どうも、ゲームギークです。今回はこの可愛い見た目形をしたフル HD プロジェクター、エモートン H1 を見ていきます。私が今まで見て触ったプロジェクターの中でもトップクラスにおしゃれな見た目をしていて、よくある平べったい形じゃなくてボックスの形状をしています。隙間にインテリアのように置くこともできます。合皮の取っ手があるので持ち運びも簡単。これ邪魔だったら横のネジは指で緩むので外すこともできますけど、ネジ穴の突起物は残るんで、そのままつけておいた方が見た目的にも無難かなと思います。重さは 1.3kg なんでそこそこありますけど、実際に持ってみてめっちゃ重いって感じではないです。上には操作用のボタンが並びます。タッチ式ではなくちゃんと押し込まれるボタンタイプで、ここにはメカニカルスイッチの中でもカチッと歯切れのいい音を鳴らすクリッキースイッチが採用されています。これね、結構いいんですよ。カチカチと小気味いい音を立てます。私はタッチ式ってあんまり好きじゃなくて、押したかどうかいまいちわからないじゃないですか、あれ。これくらい圧倒的にわかりやすい方が好きです。クリッキースイッチってキーボードだとうるせえって言って敬遠されがちなんですけど、この辺のボタンは連打するわけじゃないので全然 OK です。ボタンはね、なんか音楽プレイヤーのものみたいですね。曲戻し、再生停止、曲送り、戻る、Bluetooth って感じ。正直ね、これ使いどころあんまりないです。リモコンを使わないと上下左右の移動とかできないっぽいので、ホーム画面で何もできないんですよ。だからリモコンなくしたら多分積みますね。このリモコンね、プロジェクターと距離が離れちゃうと、ちゃんとプロジェクターの方に向けないと反応してくれないこと多くて、その辺ちょっとイライラすることがあります。このダイヤルは電源と音量が一体になったもの。最初はカチッとしたノッチ感があって、その後は音量ダイヤルになります。上限まで回ると止まります。ちなみにリモコンで電源を遠隔で消すこともできます。ダイヤルをオンにしたままリモコンで電源ボタンを押す感じ。フォーカスリングはここ。このリング、ちょい固めなのとガリガリとノッチ感が強いのがあんまり好きじゃないですね。なんか疲れるんですよ。ノッチ感なしでスルスル回ってほしかった。手動調整のみでオートフォーカスはありません。手動っていまいち合ってるか分かりにくいのでオートフォーカス欲しかったけど、まあ値段的にはちょっと高望みですね。背面には端子が並んでいます。マイクロ SD カード、ヘッドホン、AV、USB、HDMI、LAN、光デジタル音声、電源となります。ここは多分赤外線の受光部ですね。こっちの右上の方は LED で、電源ケーブルを挿すと白い LED が点灯します。電源なんですけど、Type-C なので、モバイルバッテリーから給電できないかなと思って試してみたんですけど、私の手持ちだと付属の AC アダプターしか充電しませんでした。後でメールで聞いてみたんですけど、どうやら付属のやつしかダメってことで確定みたいです。これマジもったいないですね。モバイルから充電できたら最高だったのに、今のところ外で使いたいんだったら、こういう AC 電源が刺さるポータブル電源みたいなのを使わないと、輝度が足りなくて楽しめないと思います。前を見てみるとレンズがありますけど、蓋がついてこないんですよね。モバイルもできるプロジェクターなのに蓋がないのはちょっと危険かな。フロント側の右上も LED インジケーター、電源がつくとオレンジ色に光ります。そこを見てみます。小さい4つのゴム足があります。フロントにあるこれは引っ張り出すと少し角度がつくようになるチルトスタンドですね。この穴は4分の1インチネジで三脚などに取り付けて使うことができます。私の三脚はクイックプレートっていうのがついてるので、それを取り付けて三脚の方にパチンとはめます。やっぱネジ穴が開けてあるの便利ですね。3W スピーカーを2発積んでいるんですけど、音圧はかなりあって、マックスまでボリューム上げると部屋中だとかなりうるさくまでできます。もちろんスピーカー接続した方が音はいいんですよね。こうやって並べてもなんかサイズ感的には結構しっくりくるんですけど、ぶっちゃけ別の電源取るのめんどくさいし、普通にこのスピーカーで聞いてます。通気口は前面から吸気して背面から排出してるっぽいですね。基本ファンの音はそんなにうるさくないです。ただし、長時間使用すると定期的にファンの回転が強くなることはありました。熱風もそこそこ出るくらいですね。今まで触ったプロジェクターって、軒並みファンがガンガン回るタイプだったので、この程度の音と熱風で済んでるの、なかなか優秀だと思います。さて、ここからは実際に映像を投影して見ていきます。対応している解像度は 1920×1080 のフル HD、HDR10 プラス対応。画質は値段相応かなと思います。これくらい壁へドカンと映るとかなり迫力ある映像が楽しめます。だいたい60インチから240インチの投影が可能となっています。私はね、部屋の角の棚かなんかの上にポンと置いて斜めに投影しています。反対側の壁までを測ってみたところ、だいたい3メートルでした。そのままだとね、スクリーンサイズめっちゃでかかったので、キーストーンで補正しました。キーストーンはオート補正機能がついていて、これ縦方向は自動で補正してくれるんですよね。なので、まっすぐに使う人にとってはかなり楽して使えちゃいます。ただし、横方向は自動に対応していません。横に傾けても補正してくれないので、水平に角度がつくなら自動補正を切って4点での手動補正を行う必要があります。これ数値化なんかでどれだけ補正してるか見せてくれたらよかったんですけど、ないのがちょっと分かりにくいところかな。調整範囲結構広いんで使い勝手はいいです。またズーム機能もあってキーストーンと併用できるので、ある程度角度を合わせたらズームで小さくしたり大きくしたりすることができます。安いプロジェクターだと併用不可なやつもあるので、これは嬉しい機能です。明るさは250暗視ルーメン。適当な光源の明るさを書いておいて、煙に巻かないあたり好感が持てます。部屋が暗いとそこそこ明るく見えるんですけど、それでもちょっとこの250暗視だと暗めですね。暗い映画とかドラマだと細部が見えないことがあります。小型化された分明るさをちょっと犠牲にしてる感じはありますね。プロジェクターはスクリーンまでの距離によって明るさが変わるので、距離と明るさを調べてみました。部屋を真っ暗にしてホーム画面の青空のこのポイントに照度計を置いて明るさを測っていきます。結果はこんな感じです。個人的な体感として20ルクスあると見てて目を凝らさなくていいくらい明るいし疲れないかなと思います。なので2メートル以下くらいが適正ですね。これは60インチから70インチ相当です。室内灯が全灯しているとほぼ見えませんでした。ライトを弱めにして、それに加えて外の光の薄い漏れくらいだったら視認可能です。コントラストはうっすらのっぺりしますね。このプロジェクターね、電源内蔵のモバイル仕様なんですよ。 7800mAh で外でも多少なら AC なしで単体駆動します。ただし輝度はかなり落ちてしまいます。真っ暗にしてやっとギリ見えるかなって感じで、明るいところでモバイル使用するのは無理があります。やっぱり AC 駆動で使うのが最適みたいですね。 2.2 メートルで電源接続している時としていない時、両方の輝度を測りました。そうしたら電源接続時は15ルクス、電源を接続していない時は 6.5 ルクスでした。だいたい 56%、 半分以上のダウンです。バッテリーの充電の残りはね、ホーム画面の右上を見ればわかるんですけど、それ以外ではよくわかりません。最短焦点距離は測ってみた感じ 1.1 メートルくらいは離れてないとダメです。ピントが合いません。なのでそれ以下の距離で使うのは無理ですね。投影の方向は上下左右にフリップ可能なので、天井から逆さに吊るすとかスクリーン背面から投影するなんてこともできるみたいです。投影方向を変えてもちゃんとキーストーンを使えます。 Bluetooth 5.0 対応でスピーカーに接続できるので、BOSEサウンドリンクミニをつないでみました。Twitch のシンク動画を YouTube で見てみましたけど、遅延はね結構あるみたいなので、映画とか見ててもちょっとセリフのズレとか気になったので私は使ってません。ただ私が持っている BOSEサウンドリンクミニって古いやつで、これ確か Bluetooth 4.0 なので、その Bluetooth の規格の違いも影響してると思います。最新版の 5.0 対応だったらもっと遅延が少ないかもしれません。Android 9.0 搭載で Netflix、Amazon プライム、Hulu、U-NEXT などなど FireTV スティックなくてもアプリをインストールすれば単体で再生できるのが割安プロジェクターとしてはかなり便利ですね。なんやかんや FireTV スティックってつなげると邪魔なんですよね。かなり後ろ側圧迫感あります。しかも電源もう1個必要になりますからね、それもちょっとめんどくさいんです。他にはスマホのミラーリングもできるし、 Excel とか Word みたいなファイルを開く機能もあるみたいですね。これあんまり使ってないんですけど、プロジェクター本体には 16GB のメモリーが内蔵されていて、システムを除くとだいたい 10GB くらい残ってるのかな。なんかアプリいっぱいあって、最初からインストールされてるやつは整理したくても消せないのがちょっと残念かな。ディスプレイのブライトネスとかコントラストは変えられるけど、照射の明るさは設定できませんね。ブライトネスを上げすぎちゃうと映像が白飛びして破綻します。基本的には最初の初期値で十分だと思います。アプリをインストールできるので、本当に電源ケーブルだけでいいんで結構スリムですよね。音もうるさくないし熱風もほどほどだし、モバイルなんだけどモバイルにするとめっちゃ暗くて見てらんないっていうのが残念ポイントかな。250暗視ってそんなに明るくないので、100インチクラスで見ると結構暗く感じます。60インチくらいで見るんだったら全然大丈夫。あんまり大きい映像投影しない方が良さげかも。モバイルなのは強みなので、ポータブル電源と併用してキャンプとかで60インチで映画見ると良さそうですね。なんか今更だけど、こいつ映画館でよく流れるダンスするやつに見えない。ここまでエモートン H1 のレビューでした。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ゲームギークでした。またね。